はいどうもチェリーです。ちょっとね、連発で福袋開けすぎてもうグッズがやばい、ぐっちゃぐちゃなってる。このカメラ街がやばいですよ、ほんまに。えらいことなってますから。でね、まあ今回はこちらのゲーマーズの福袋、まあちょっと何も書いてないからね、わかりにくいですけど、ばっくりね、今から開けていきます。もう普通には開けんよ、ばっくり開けていきます。で、ちなみにお値段3000円。これさらにね、なんか重い、なんか今タペストリー触りながら喋っとったけど、めっちゃ重い、かなりヤバそうな気がするんで、ちょっと楽しみつつね、ガチンコで開けていきます。チェリーです。はい、それでは開けていきます。おい、あのタペストリーもすでに見えてるんで、これからいきますね。エンドローのファイタンですね、ファイタン。うん、絵柄乗ってんのかな。あ、こっちに乗ってますね。うわ、かわいい、えぐ、これはかわいいな。このタペストリーが1本入ってました。極力見ずに開けたいんですけど、なんかね、これもうすごいこまごましてるんで、ごっそり出しますね。はい、いきます。おい、うーわ、まあ、まず1個目、うわーとか言うたけど知らん大伝説の勇者の伝説、伝説の勇者の伝説じゃなくて、大勇者の伝説の、じゃあもうわからん大伝説の勇者の伝説、まあなんかつながりあんのかな。なんか名前はなんか似てますもんね。山のすすめラウンドコインケースココナバー、こんな感じになってます。教え子に脅迫されるのは犯罪ですか。アクリルスタンドキーホルダー、なんかこれちょっと知らんな俺は。やりました、変好き来たぞ、藤本彩乃さん、やった。荒野の寿飛行隊アクリルマスコットプレートチカ、ちょっとすごない、なかなかええ感じの出てきとるで。おい、うわ、 AT6、 これ電撃文庫のやつですよね確か。あ、書いてる書いてる、86ね、86って書いてるやつ。うわ、これかっこよくない、いいじゃないですか。おい、何個クリアファイルあんの。レビュースターライトクリアファイル、おー、いいじゃない、かわいいですね。荒野の寿飛行隊、これも多いな、やたら入っとる。ほい、うーわ、これニズハやんな、くやうわか、勝ちやないかこれ。ほい、うわ、いっぱい出てきた、なにこれ、うわ、島田アリスドリンクアクリルスタンド、何それドリンクアクリルスタンドって聞いたことないねんけど、そんなんあんの、これどないして使うん。すげえかわいい、カプサバトレーニング缶バッジ、何やろカプサバって。荒野の寿飛行隊エンマ、あー、なんかぶっといぞこれ、また出てきたぞこのアクリルスタンド。何、落ちこぼれフルーツタルト、スマホケース、わからん、わからん。で、スマホケース2個目やん俺、福袋で。よいしょ、おー、いいやん、 FGO アクリルキーホルダー、違う、アクリルキーホルダー、なんかまだ小物めっちゃあんねんけど、えくい、どんだけ入ってんの。あ、これフェイトや、すごっ、うわー、またガルパン、すげー。最終章アクリルプレート、おいおい、ブレンド S ヒデリの、何これ、極厚じゃない、2枚入ってる、すげえ。コースターハイフリのアクリルキーホルダー、おお、みほちゃんかなこれ、みほちゃんのアクリルキーホルダー、やったー。ライコーのミニ鏡みたいな、ミニなんていうのこれ鏡やな、朝顔と加瀬さんかなマフラータオル、ちゃ、マフラータオルじゃん、フルカラータオル、もうどう違うん、このなんかこのサイズの呼び方って。ハンドタオルとかさ、マイクロファイバータオルとか、もうどれがほんまかわからなくなってきた。よいしょ、うわ、なんか T シャツ出てきた、誰これ、フリクリ、なんか、ああ、水色の綺麗な T シャツ、俺こんな色の T シャツ持ってへんからな、これパジャマにしようかな、けど L サイズなんよな。よいしょ、え、何これ、うわ、マギアレコードアクリルストラップの箱、これは高いでしょ絶対。
運前クラスですよね。6、7、4000円ぐらい、600円とかするでしょ絶対に。これが7個入ってるからもう4000円。やった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 。なんかあと2つしかないです多分。はい、痛い痛い。こんなん入れていい？ペンスキのさゆき先輩とゆいかちゃんのブランケットって書いてる。変態に覆いかぶさられるブランケット。俺変態やからな、確実にかぶせなあかん。うん、俺は変態やぞ、俺は変態やぞ。変態じゃありません。どうでっかこれ。俺なんかこんな感じのタオル持ってたような気がするんやけど、同じ絵柄やったかな。なんかこの肩じゃないあの絵柄っぽいマフラータオルみたいなのを持ってた気がするんやけど、気のせいかな。いやでもこれはえぐいわ。てかブランケットも予算増えたな、ほんまに。すごいわ。いやーこれかわいない？こういうね、あのコミケとかああいう寒い時にね、ちょっと足に巻いたりみたいな、バックリできるんだよ。あんまり巻いてる人そこまで見たことないけど。はい、いよいよラストなんですけど、どっちの方が良かったんかな。ブランケットの方が後な方が良かったんかもしれんけど、最後のが箱なんで一応箱の方が強いかなと思って残してみました。いきます。いやごめん、まだ入ってたわ。ちっちゃいの入ってた。おい、うーわ、これみおちゃんまだドリンクアクリルスタンドや。これどういうことなん、ドリンクって。ほんまにわからん。大豆、あ、ほんまや。ここの裏に見て、ドリンクのアクリルスタンドが置いてある、後ろに。あ、そういうこと。でさ、このドリンクもさ、この何キャベジンとかああいうのしか乗らへんタイプやんかこれ。あー、でもう一個がひなこノートの何やろこれ、メモスタって書いてるな。ん、メモのスタンドかな、そんな感じですね。はい、それではラストいきます。いくの、ええの来いよ。せーの、おい、なんとも反応できひん。確かにこれは定価6300円ぐらいする。うん、ただ荒野の寿飛行隊っていうね、シーズナルプランツのアクリル時計、こんな感じ。いや確かにこれはすごい、このアクリル時計はね。ただ物がちょっとわからんっていう。うん、俺知らんからこれ。おいおいおい、ペンスキ最後のが良かったやないかい。それじゃあね、出てきたやつ一個一個紹介していきます。それじゃあパンパン見せていきますね。おいほいほい、フェイトも多いな。わあ、これは当たり、当たりも当たり、大当たり。はい、これダブルですね。おいおい、みほちゃんガルパンゾーンやなこれ。おいおい、これも勝ち。アクリルスタンドフィギュア、でコインケース、コサスマホケース、クリアファイル、こんな感じで、レビュースターライト、ことぶき飛行隊、 FGO マギアレコード、ハンドタオル、水色の綺麗な T シャツ、ことぶき飛行隊、アクリル時計、バケモン、バケモンですわ。うん、これはやばいって。やばいっつってんの。あ、ごめん、ラスト忘れてた。ファイタンのタペストリー。うん、こっちやかな、こっちかな。ファイタンタペストリー。すげえ。ゲーマーズやば。振る舞いどころの騒ぎじゃないよ。大盤ブルブルブルチンチン払いやわ、ほんま。大盤ブルブルブルチンチン払いやわ、ほんま。何言ってんねん。これなんか流れがいいぞ。ただね、ボックスの福袋が残ってるんだわ。危険やぞ。
ほんまに今年ボークスのねフィギュアの福袋なかったから残念。あれは確実にねほぼ勝ちぐらいのレベルなんですけど販売されてなかったんよな。まあでもねゲーマーズの福袋はもう絶対に買う価値ありますよね。なんか毎年結構エグいんじゃないんですか。国王もちょっと初めて開けたんですけどなんか定価が3万ぐらい入ってるみたいな噂はずっと聞いてたんでね来年こそね皆さんばっくり朝並んでもいいんちゃいます。なんか視聴者さんの話によるととある場所やったら並びじゃなくて抽選みたいな話も聞いてるんで朝早く並ぶの嫌よっていう人からするとね買えるかわからんけど抽選でできるんでまあまあまあ運試しというかね当たった暁にはこんなもんがドーン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 入ってるから絶対に買って、うん、てかむしろ買った方がいいと思います。福袋俺あんまり好きちゃうわっていう人でもゲーマーズの福袋とか羅針盤の福袋もすごかったですしかなりね、うん、当たりか分からんけど知ってるキャラクターが多く出てくると思いますんでぜひともね来年挑戦してみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。